結城氏結城氏は、日本の氏族。平安時代末期から、戦国時代にかけて、主に下佐で活動した大見。当理字として、朝、友屋、広氏、広が名前に用いられている。陳府将軍、藤原秀里の抜孫、小山友光、結城智友光が、平安時代後期に、源頼朝の挙兵に従い、死だよし滅亡後の鎌倉時代には、 下佐国の欠条を了したことが、有紀氏、下佐有紀氏、本記事中では一部を除き単に、有紀氏と記すの始まりであるとされている。なお、友光の実家である小山市の本拠である、下谷国の小山に隣接していることから、有紀ももともと、小山市の所領であったとする考えもあるが、友光自身が、自分は、父の医療を伝領せず、頼朝の配下となって、 初めて所領を得たと語っていること。自称合戦期まで、有機軍では、古くからの軍事であったと推定される矢なし、人弟子や日立平氏系の舐め方氏が支配していたと推定されることから、有機軍にはもともと、小山市一族の影響は及んでおらず、一連の合戦を通じて没落した舐め方氏らに代わって友光が頼朝から、有機軍を、親恩として与えられたと考えられている。 家電によれば、友光には、源の頼朝娯楽院説があり、北条氏のために、親子の名乗りができず、その代わりに、身分の上では、小山氏の諸子に過ぎなかった友光に、あらゆる優遇を施した、と伝える。伝統的に、源氏を称し、代々の当主も、頼朝の朝の字を通じとしている。いくつもの動乱の時代を経て、鎌倉以来の名族としてその加盟を後世に伝えた。 結城智光とその子、朝広の時代、幕府の養殖を歴任し、鎌倉府の御家人の中心として、繁栄期を迎えた。しかし、朝広の子、広綱以降は、当主の創生と、少年新当主の家徳継承、直光を除き基本、数え12歳以下の幼少であるが、相次ぎ、衰退することになる。3年、1333年、当時の当主、 結城朝夕は、足利高氏、後の高氏の上落軍に加わってそのまま、六原丹内攻撃に参加、県務政権より本領安堵を得た。ところが、初流である、白川結城氏の結城宗弘が早くから倒幕に参加していたということで、県務元年1334年に結城宗弘に対して結城総領として一族を統率するようにとする、 後代醐天皇の臨時が下された。実際に総領に完付されるべき、結城一族の後が宗広にずつが、我、さらに県務2年、1335年には、北畑明家によって突如、朝、雄の所領であった、道の九国ぬかの部軍七子が没収されて、南部正長に与えられている。こうした経緯から、朝雄は、足利市に接近して、足利高氏と共に、 県務政権に反旗を翻してその派行を助け、転戦することなる。その結果、朝夕は、たたら浜の戦いで戦死し、後を継いだ、自家長も赤城工防戦で戦死している。梅松論には、県務3年、1336年正月に、京都において、下佐雄騎士及び、同族の小山氏は、敵の南朝にいる。 白川祐希氏の軍勢と区別するために右袖を裂いて、兜につけて戦ったという故事が記されている。また、同年12月には、北畑秋江、白川祐希氏の軍が、祐希軍に侵攻している。また、祐希正朝の戦死のきっかけとなった石城を、支配する石氏、藤生石氏も、下佐祐希氏の諸子でありながら、 南朝方についた一族であり、結城一族は南北に分かれて争うことになった。こうした状況の中で、下佐結城氏は一貫して、足利氏を支持し、結城正し朝の弟、直光の代には、暗望国主を務めるなど最高を果たしている。また、一時は、白川結城氏に渡った総領の地位も、同志の内紛の影響もあり、宗広没後は再び、 下宇佐雄貴氏の元に戻った。鎌倉時代末期、結城朝弘の子の一人である幸弘は、白川を本拠として、白川結城氏、白川氏、または白川氏となる。現行3年、1333年に、五代醐天皇の御子、森吉親王による鎌倉幕府討伐の領事がけられると、幸弘の子、宗弘は、鎌倉幕府に対して挙兵し、続いて、 五代醐天皇の臨時を受けて、新田義貞の鎌倉攻めに参加し、鎌倉幕府滅亡後の兼務の申請においては、宗広は前日のように、有吉思想領の地位と欧州各軍の剣断職の地位を与えられ、宗広の子、近光が三木一層と称される一人となった。また、近光の兄、近友は、欧州府の一員となり六つ守る、北畑明家と、北畑近下さふ氏は補佐する。 足利高氏が、県務政権から離反し、南北朝時代になると、下佐祐樹氏が、足利方に従ったのに対し、白川祐樹氏は、南朝方に属した。近光は高氏が九州から入京を果たした際に、高氏暗殺を試みて失敗して殺され、宗広は北畠親子に従い続けたが、家督問題をめぐって宗広と溝があったとされる、近友は陸国へ渡り、 関東地方における南朝勢力を確保しようとした地下封鎖の救援要請に対し距離を置き、広告3年、略を5年、1342年に足利方に従う。宗広の意向に反して、白川祐樹氏の家督を掌握した地下ともは宗広が、獲得した祐樹氏僧侶の地位を否認して、事故の本領白川の確保と、周辺地域への勢力拡大を目指すことになる。 以降の白川雄樹氏については、白川雄樹氏の項目を参照。室町時代前期には、本来、雄樹氏の本気筋であった小山氏が、小山義政の乱により衰退し、雄樹はじめ公は下野守護を務め、さらに次男、隊長が小山氏を継ぐことで、雄樹氏は、勢力の面でも、格式の面でも、小山氏に肩を並べるようになるなど、 関東の有力守護大名として最盛期を迎えた。さらに、しかし、影響の乱により、鎌倉久保が衰退すると、結城氏の命運も安定し、結城氏とも、持ちともは、影響の乱の後に六大将軍、足利義則に追われた四大鎌倉久保、足利持氏の維持たちをかくまって、幕府軍と有城合戦を行い一時滅亡する。その後、持氏の維持、 足利重氏が鎌倉久保に復帰すると、結城氏も、氏友の抜死、結城聖長が召し出されて、最高を許されたものの、過信筋の田谷氏、山川氏、水谷氏らが、独立色を強めたため、衰退の一途をたどる。聖長は、重氏の命を受けて、関東官令、上杉憲忠を暴殺し、京徳の乱が勃発の、きっかけとなる。足利茂氏は古川に逃れて、 小学坊と称したが、結城氏は小学坊を支持して、三内上杉家と長期にわたって争った。戦国時代に入っても一貫して小学坊を支援する姿勢を続けた。そのような中で明君と呼ばれた十五代同士、結城正友が登場した。彼の治世の時、結城氏は高谷氏や山川氏を屈服させ、さらに周辺勢力との構渉に勝ち抜くことにより、 戦国大名としての飛躍を遂げることになる。有気刑図、有気家ゆきには正友を、有気中高と記している。その子、正勝の時代には、小山市に、子、校長を送り同盟関係を強化し、晩年には、文国法の有気指針発端を制定するなど、政治的、軍事的基盤を固め、誠意を、日立や下屋にまで伸ばして、再びの最盛期を築き上げた。 正勝には、子がなく、あとは校長の子である、結城春友が継いだが、春友の時代においては、古学坊の没落は、顕著となり、新たに没興した、相模国北条宇治安や関東官僚を継承した、上杉謙信の信仰を受け、結城氏は、北条、上杉の間を点々としながら、勢力を保つのみになり、春友の実家である小山氏との関係も、険悪となった。 天正18年、1590年、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣して、近世大名として生き残ることに成功し、改役された旧小山市の所領と旧小田市の所領の一部、土浦城一帯が先行によって、有機氏に与えられている。春友には、志死がなく、はじめは、宇都宮広綱の次男で、佐竹義重の老いにあたる朝勝を養子に迎えていた。だが、 小田原征伐後に、結城市の所領が大大名である徳川氏の所領と、隣接するようになる。このため朝勝ちを拝して、徳川家康の次男で秀吉の養子になっていた、秀康、一時期、州長を養子に迎えて、家督を譲ることで、豊臣、徳川漁氏の信頼を得て、結城市の存続を図った。関ヶ原の戦いの後に秀康は、越前国に違法されて、 慶長九年、1604年には名字を松平に改めることになる。結城家の家督は、秀康の逸を結城直樹が継ぐことになる。越前遺法は、当時健在であった仙台春友にとっては、先祖の地である結城の地を失うという点から、不本意であり、越前移住後も結城地方の僧者とされていた、高橋神社に結城機関を祈願したり、結城家父。 有気家ゆききと一体駅をしたりするなど、有気子孫族と有気復帰への強い執念を見せている。なお、春友平さんの遺影には、秀康の苦行部人までしか記されず、春友が因だ越前遺法には触れられていない。しかし、直樹も、春友の没後に、松平を名乗り、前橋松平家、大名の加盟としては、下草勇気家の加盟は消えた。なお、加盟は、 松平家となったが、下尾佐祐貴氏のは、代々の前橋松平家当主が継承していい。別系統に、白川祐貴氏の子孫である祐貴氏のうち一部は、三戸藩氏として先国、家老の価格を有した。小山市、宇都宮市と、並び三戸藩の三家として尊ばれ、代々家老を務め助爵十五位下と官職を受けることを受ける家柄であった。しかし、虎 生命とも、の第二、藩主独殺を図ったとして、反逆の罪で絶家とされた。虎数の子、種則は老子し、結城家は大森家から養子を迎え入れて存続した。なお、三戸藩の結城氏は初流であり、白川結城氏の末裔は、秋田藩氏、仙台藩氏として存続した。その他、日立稲に、名主の結城氏が存続。三百国を有した。結城三百国。 松平を称した後も家門は、引き続き雪家の小山市に由来する三刀、右どもへと、秀康以来の対抗切り、越前切りを用いた。この点は、その他の越前松平書家とは一線を画する。三つどもの図案については、冒頭の家門画像の図案と通常のものの仕様がある。越前切りは、五十切りの過剰部分を変形させた図案である。ただし、 正勝の前には、古文書などから、結城氏の家系図には記載されない兄、正直がいて、家督相続していたともされる。また、結城元影、山川慶帝の子は、思考以前に、結城朝勝も、秀康以前に家督を継いでいたとする説もある。新井白石著、半官府の水谷氏の子に、水谷多賀や山川岩城の者ともは、 元とゆの家の四天皇なればとて、の記述がある。ゆう系図の春友の項目にゆう四天皇として、田谷やし、ね、水谷勝利、山川朝信、頑丈、城、伊勢守、頑城長圏の一族の四人を挙げる。小山市田谷や水谷市、岩上市、小山市諸流山川市、玉岡市、片見市、及川市、その他。その他一族、楽しく、ご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。